群馬県道46号富岡神奈線は、群馬県富岡市富岡から、田野郡神奈町大マ万バを結ぶ県道である。起点は、富岡市富岡交差点であり、群馬県道10号前橋安中富岡線、国道254号に接続する。この起点から、匠の交差点までが急道であり、そこから北東に富岡バイパスに接続する区間が、新道である。 この匠の交差点から南へ向かうと、神田町へ入る。この辺りまでは、道幅も十分あるが、秋畑を過ぎたところにある、那須大橋から先は、道幅が急に狭くなり、急勾配が多数出てくる。この辺りから終点まで、大型車は通行不可である。途中藤岡市の大山積みの神社を通過し、神田町方面へ下る。 塩沢峠から長く急な下り坂を降りると、塩沢ダムがあり、さらに下ると、終点の大技万場で国道462号に接続する。沿道の紅葉九9 2 0年群馬県国時代89号により、富岡万場線として県道指定された。その後、県道に整理番号が用いられ、群馬県道33号富岡万場線になった。 2003年4月1日に万馬町が中里村と合併し神奈町となったため、富岡神奈線に名称変更された。富岡万馬線を名乗っていた当初は神奈町秋畑。万馬町間で 5.5km ほど通行不能区間があったが、1983年より整備が行われ、1999年11月18日に全線開通した。 2007年9月に起きた台風9号の影響で、神田町秋畑では道が陥没し、わずかな区間片側1車線通行になっていたほか、藤岡市では土砂崩れのために通行止めとなっていた区間があったが、いずれも修復工事は完了している。塩沢峠付近昭和41年の路線認定当初での表記では、富岡市富岡989番の道先とあり、 富岡市街地に所在する本世寺付近の地盤を示している。ありがとうございます。